皆さんどうもこんにちは、キャベツです。突然ですが皆さん、メタスコアというものをご存知でしょうか？メタスコア、メタクティリックというサイトが発表しているゲームの点数のことで、世界のゲームレビューを総合的に数値化して出しているサイトです。点数は100点満点中何点かを記載され、おおよそ0点から50点まではクソゲー、50点から70点は普通、それ以上はいいゲームという認識が世間には広まっている傾向にあります。メタスコアはゲームが発売される前に出されるので、ゲームを買うか検討している人にとっては買うか買わないかを決める便利な指標とも言えるわけです。そんな感じで便利なメタスコア、現在最も点数が高いゲームというのが、1998年に64で発売されたゼルダの伝説時のオカリナであり、その点数など99点。その下にはグランドセフトオートやマリオ・ギャラクシー、レッドデッドリデンプションといった名高い名作が軒を連ねています。では逆に最も点数が低いゲームは何でしょうか？100点満点もあって0点から50点までがクソゲーと認識されるメタスコア、0点に近いゲームを作ることが困難ではないかと思えてきますが、見てみましょうか。出ました、最も低い点数なのが、そう、今回ご紹介する名高きクソ名作ビッグリックス。メタスコアはなんと堂々の8点。 Oh my god。ユーザースコアに関しては10点満点中 3.9 点。この画面が基本的に赤いので、ふと見ただけでクソゲーのページだということがわかります。本作、2003年にアクティビジョンから発売された PC 向けのレースゲームであり、パトカーとカーチェイスを繰り広げながら荷物を運ぶといった内容のゲームなのですが、実際はそのパトカーが登場せず、地形の当たり判定もなく、障害物をすり抜け、車のスピードはバックにすれば永遠に速くなり続け、一方でブレーキをかければ瞬時に停止するなど、そもそものゲームのコンセプトを放棄してしまったクソゲーたるクソゲー、そう、キングオブクソ、それがビッグリックス。これよりもひどいゲームはないであろうと、海外の大手レビューサイトのゲームスポットですらお手上げで、なけなしの1点を授けるほどのクソゲーであり、史上最悪、世界最低、有史以前から最もひどいクソゲーとして悪名高く、もはや商品ですらないと言われるほどの深いカルマを背負ったゲーム。ユーザーレビューももちろん評価は低く、1点でもつけたくない、ユーザーレビューの方がゲームより面白いと言われる始末であり、他のレビューサイトでも相次いで1点や0点が飛び出し、あまりのひどさに返金騒動が起こるという歴史に残るクソゲー。そんな本作がなぜここまでクソゲーと言われるのか、さらに解剖していきましょう。本作はまずプレイヤーが使用する車を選択し、その後コースを選択して走るという普通のレースゲーム。しかしコース選択では、とあるコースを選択すればゲームがクラッシュされるので気をつけましょう。その後ロードが入りますが、ロードはもちろん長く、加えて一定の確率でフリーズも発生するため、そもそもコースに出ることが宝くじ当選のようなものなので、もしコースに出られた人がいれば祝ってあげましょう。ゲームが始まれば、本作の発売当初の設定ではAI 操作のトラックとカーチェイスをしつつ、パトカーから逃げ切れということでしたが、コースに出るとまず敵トラックは動きません。どういうことなんだ。加えていくら走ってもパトカーは現れるどころか、まあ実はパトカーのデータはそもそもゲーム内部には存在していないという始末。挙句の果てには運ぶ荷物すらなく、トラックで運ぶ必要性が皆無。つまりプレイヤーがただ一人でゴールまで独走することで本作は完結するのです。そんな現状を理解しながら、しぶしぶトラックを走らせるとあることに気づきます。とコースのオブジェクトに当たり判定が存在していません。ポリゴンも欠けているため、時折地面から透けて虚無空間がこちらを覗いています。その辺に建設されているビルはもちろんのこと、幽霊のように突っ走ることが可能であり、橋の入り口から奥へと進めば、もちろん当たり判定がないので谷底まで走行したりと、物理法則は完全に無視の世界。さらに物の縮尺すらおかしく、トラックが家の大きさと同じであったり、ビルも異常なほどに小さかったりと、プレイしているだけで少し怖くなってくる光景が広大無辺に広がっており、当たり判定がないので、ある地点を過ぎると永遠の虚無空間に飛び出し、そのまま永遠に走り続けられます。またトラックなのでもちろんブレーキは効きますが、これが本作をさらにクソゲータルクオリティへと飛躍させている原因。ブレーキを長押しすると突然バックし始め、何が起こっているのか、バックはアクセルを踏んだ時よりも加速し、加速はどんどん続き、気がつけば時速 3000km、 そのまま続ければ19.70、つまり超の次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 の単位に達すると、その時点ではすでにトラックの姿はなく、ただ白い世界に陥り、突然全てのチェックポイントを通過したと処理され、画面に何に勝利したのやら You are winner と、ゲーム側がもう処理できないと思考を放棄しているのでしょうか。このように何かチート行為をしているわけでもなく、この世のものとは思えないスピードを叩き出すトラックですが、
ブレーキを踏めば一瞬で停止するという異世界技術が実装されており、中のドライバーが心配になります。ちなみに前編として BGM はなし。このように本作はゲーム性はもちろんのこと、操作性、バグ、完全無敵のクソゲーであり、なぜアクティビジョンという大手のゲーム会社からこのままゲームが発売されたのか疑問でしかないクオリティ。この他には類を見ないほどの低クオリティゲームが世に出たことによって、発売後メーカーから修正パッチが配布されましたが、これもなかなかひどい。例えばステージ選択時に画像がちゃんと出るようになる、選ぶとクラッシュするステージが差し替えられて選べるようになる、効果音が鳴るようになる、 CPU のトラックが動くようになる、ハイスコア記録が乗るようになるといったような内容で、もっと変えるべき箇所があるやろと思えるほどな内容です。そんなこんなでクソゲーたるゆえんを紹介しましたが、今作は発売当時日本でいうシンプルシリーズ的なゲームとして発売予定だったため、必然的に発売価格は下げ、低価格なら別に文句は言わんやろという精神で発売したという噂もあります。低価格で発売されたのは発売当初だけで、キングオブクソの名が轟いてからはマニアの間では高額な取引が行われており、中古でも200ドルで販売されていたりと、このようにクソすぎて人気が出るということは制作者も予知していなかったでしょう。ちなみに本作2019年8月27日突如として本作の公式ツイッターが登場、そして8月29日には2020年5月にリマスター版であるビッグリクスオーバーザロードレーシングリマスターを発売予定とツイッター上で発売し、同日にティザー動画も YouTube で公開。カミングトゥー PC メイ2019とビッグリクスを彷彿とさせる超的なミスもあって笑えるのですが、2019年9月にツイッターで悪意のあるネタ、嵐でした、ごめんなさいというメッセージがトップに固定されました。しかしファンからいや作れと返信されているなど、ファンからも愛されている本作、 PS5 レベルのグラフィックでリマスターすれば売れるかもしれない。ということで今回ご紹介したビッグリークス、海外ではかなり人気で今もなお根強いファンが存在しているらしい。もし本作に関していろんな情報を持っている方がいればコメント欄で教えてください。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter や Instagram もやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。ようまら、最後まで見てくれてありがとう。わたぶしキャベツ、お前らに頼みたいことある。それは、チャンネル登録をしてくれ。まあ、チャンネル登録をすると、何があるのか、何がメリットがあるのかというと、お前らには特にない。ただ、チャンネル登録という欄に、俺が動画を投稿すると、最新の動画として現れてくる。結果、お前らが視聴すると俺に広告収入が入る。ええことやな。やだな、登録してくれ。あと、Twitter と Instagram もやっています。Twitter では結構頻繁にツイートはしますが、Instagram は全く投稿しておりません。別に俺は顔出しをしているわけではないので、投稿するネタに困ってます。なので、コメント欄でネタをください。まあ、とりあえずお前ら、全部いろいろ登録してくれ。あと、チャンネル登録した後、なんか通知マークをオンにしてくれたら、俺が投稿すると君たちに通知がいるので、ぜひ、そこも通知をオンにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょうか。ほらまた。